い。皆さんこんにちは、猫と私です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はタイトルにもあるように、私の子供も大好きなこのコイントスというマジックですね。右手に持っているコインを左手に渡しているように見せかけてるんですけども、実は渡していないという非常に古典的なこのマジックを煮干しでやってみたらどうなるのかと、しかもそれを我が猫に見せてみようというのが本日の動画です。まずは練習してみましょう。右手に持っている煮干しを左手に渡すふりをして渡さない、コイントス、コインパスと全く同じやり方です。私の手品のクオリティはさておき、きっとこれは猫も驚くんではないかなと思っております。それではやってみましょう。はい、本日の結論、猫は手品に驚かない。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。はい。